懐かしいわ。ここでもいろいろあったわね。そうだな、うまい飯屋もあったな。いや飯、いや飯の話じゃねえよ。あなた食いしん坊なの？クロコダイルは今レインベースよ。そこにあるカジノレインディナーズが彼の本拠地。そうだ、俺たちそのカジノで捕まったよな。あんたたちが後先考えずに突っ込むからでしょう。ともあれ決まりだな。目的地はレインベースのレインディ。行くぞバニ。レインディナーズか。そういや前は途中までカイロで行ったよな。西の入り江に船があったりしないかしら。あ、この道覚えてるぞ。私の出番ね。前はこの先にメリーを止めてたが、時期を考えりゃもういねえか。美しい船体だ。また会えて嬉しいぞ。しししし、また会えたなメリー。
海軍の船さえいなけりゃメリーに乗れたってのによ。そんなに悔しがることなの？当然だ。メリーも俺たちの仲間だからな。船が仲間？大丈夫か？カルガ、お前お腹が痛いのか？俺は医者だ、見せて。おかしいな、熱もないし脈拍も。おいおい、チョッパーにも原因がわからねえなんて。きっとアラバスタ特有の病気なんだ。おいお前、この症状になったのは初めてか？違う。そうか、前にもこの病気にかかったことがあるなら、その時に使った薬が菜の花。探すなら町の中心にある広場だな。そこなら行こう。みんな、俺医者として。待ってろ、すぐ戻ってくるからな。急ぐぞ、広場があるのはここから。でもおかしな病気ね。診断しても何もわからないだなんて。きっと俺がまだ未熟だからだ。とにかく急がねえと。薬を持って行ったやつ、誰か見てたりしないかな。なんだ？お前だな、菜の花中の薬を持っていったのは。急病人だっているのに。黙れ、俺は国王様の命令を受けて動いているんだ。いいから町の人に薬を返すんだ。うるせえ、文句なら命令を出した国王様に言いやがれ。こいつ本当はバロックワークスのくせに。あくまで国王。大丈夫だチョッパー、俺に考えがある。どうすんだ？ごほん、いやすまない、今のはお前を試したんだ。ちゃんと国王軍の演技が出。お前ミリオンズだろ。実は俺たちビリオンズでな、上の命令でお前から薬を受け取るように言われ。何言ってんだ嘘。いいからここは。ビリオンズ、それならそうと早く言ってくださいよ。指令書通り見てください、ほら
そうか、ではもらっていこう。今頃町のやつら薬がなくて困ってます。今度は医者でも引っ立てましょうか。病人は死んじまうかもしれ。薬は簡単に手に入れられそうだけど、俺このまま戻っ、繊維がこう言ってるがどうする、ルフィ。ぶっ飛ばして薬を全部取り返す。おう。全員俺が切る。てめえに任せられるかよ。全員俺が下ろしてやる。俺は負けねえ。うりゃ。これだ。サンダーボルト先鋒。悪いが加減するつもりはねえ。一刀流、いよい、シッソンソン。覚悟しろ。そこだけ。俺は逃げねえ。戦うって決めたんだ。よっ。くらえ。ウソップパンダ。どうだ。甘く見てると、こう行くわよ。ゴムゴムのピストル。おー、やるぞ。あたり、いくわよ。どれどれ、いただき。俺がまとめ、邪魔だ。いちちち、くらえ。ああ、何が起きてももう動じねえ。くらえ。ウソップパンダ。どうだ。切り替えのキン。準備よ。さあ、ウソップ様、止まんねえか。やるか。邪魔だ。お前じゃ退屈しのぎにもなりゃしねえ。よし、で薬は全部回収できたな。だけど薬をどこに返せばいいのかわかんねえし、一回。そうだな。それに、よいしょっと。町の物資を奪うとか、クロコダイルもひどいこと考えるよな。でも、よかったの？
私たち以前と随分行動が違うけど。何か影響は出ると思うけど、多分平気よ。大きな流れは変わらないはずだから。多分ってお前な。エナジーアップらうまい。おいおい、本当に元気になってやがる。単に腹が減ってただけなのか。すまんな、実はそうだったんだ。腹が減ってるならそう言えよ。そうだぞ、どこも悪くはなさそうだし、知らない病。悪かった。だがアラバスタじゃ俺水や食料が簡単に手に入る場所でもねえんだ。そうか、事情は分かったよ。でも、はっ。だから悪かったって。ついいつものノリでやっちまった。こうしてるといつも通りすがりのやつや、この先の雑貨屋の店主がなんかめ、ああ、呆れた。それであのおじさんもあんたの。とにかくありがとう、本当に助かったよ。これからも俺のような生き倒れを助けてやってくれ。ああ、そうだ、ついでにこの鍵、門の前にいる男のところへ持って行ってくれないか。あんたたちが戻るのを待っている間に、ちょうど手元のところに落ちてる。いや、それなら自分で。うーん、腹が膨れたら。おい、こんなとこで寝るな。はぁ、とにかく無事みたいでよかったぞ。それにこれであの門の向こう側にも行けそうだしな。ああ、もともと向こう側に行かなきゃいけなかったし、ちょうどよかったかもな。ああ、ダメだ。あの鍵、もう一生見つからねえ気がしてきたぜ。ナナ、この鍵お前のだろ。おお、それだそれ。俺今朝からずっと探しててよ。じゃあ早速門を開けてくれる。うん、すぐ開けるから待っててくれ。開いたぞ、あんたたち。あれ、この後どうするんだ。レインベースまで陸路で行かなきゃいけないから、そのルートに関する情報、あと砂漠を進むことになるから、必要な物資を揃える必要があるわね。しっしっし、じゃあ先に食い物集めだ。お前なあ、まあ、よし行くぞみんな。
にたくさんの人、こんなにたくさんの人初めて見たわ。あなたもしかして、あなたもしかしてあの島から出たことがないの？ええ、メモリアに来たのも初めてよ。なかなかの味だな。このスープ、複数の食、こいつは誰にでも作れるような代物。お、さすがだな。やっぱりあんたに食わせてせ。そんなあんたを見込んで頼みがある。俺はこいつ、もしこいつを超えるスープを作ってきてくれたら8人分の代。面白い、その話乗った。じゃあ料理ができたら俺に話しかけてくれ。楽しみに待ってるぞ。そうは言ってもサンジ君、何か当ては。さっきのスープめちゃくちゃうまかったからな。その辺の食材を使っても。そうだな、この辺。サソリの足肉、そんなもん食えるのかよ。ああ、毒腺を破かないようさばく必要。それともう一つ、サンディシェル、ありゃいい出汁が出る。サンディシェルはこの辺じゃ珍しくね。集めたらどうすればいい。ここに戻ってきてキッチンを借りよう。最高。よし、じゃあ食材集めて。仕方ねえ、付き合ってやるか。まったくあんたたちは。なあサンジ、西の入江に来たってことはここ。ああ、そのはずだ。だけどどうやって探すの。いいや、ナミさん、ここは俺に任せてくれ。あったぞ、こいつがサンディシェル。こんな簡単に見つけ。褒めたって何も出ねえぞチョッパー。次はサソリの足肉を手に入れればいいのよね。砂漠に行けばいるだろうが。サソリの居場所を知りたいって、なんだってそんなこと。まあいいか、サソリなら荒涼の谷に行けばいると思うぜ。店を出てまっすぐ西へ進めば着くはずだ。わかった、ありがとな。なーに、いいって。それよりスープ楽しみにしているぜ。よし、それじゃあお前ら荒涼の谷に行くぞ。おう。
それにしても変ね。ん？どうかしたのか、ナミさん。アラバスタの地形って大体把握してるつもりだったんだけど、なかったはずなのよね。菜の花の近くにこんな洞窟。ここはメモリアよ。地形だって現実と同じとは限らないわ。そう。じゃあ前回の経験は当てにならないかもしれないわね。サソリ全部倒すぞ。おい、そんなに張り切る必要はねえぞ。サソリの足肉なんて一つで十分だからな。嘘をつくまでもねえ。くそ。てめえら覚悟はできてんだろうな。やるぞ。ゴムゴムのガトリング。肩慣らしといくか。そっちか。これならどうだ。一発で決めてやる。俺が相手になってやるよ。マナーがなってねえの。砂漠を乗り切るまで食料の配分はどうするべきか。何ブツブツ言ってんだ、サンジ。食い物なんかじっと見つめて悩むくらいたくさんあるなら今食っちまおう。食い切れるかどうかの心配じゃねえよ。おい、そんなに張り切る必要はねえぞ。サソリの足肉なんて一つで十分だからな。お前ら遅れるんじゃねえぞ。おい、さっ。情けない姿を見せちまったな。いけるか。ゴムゴムのガトリング。俺から行く。くらえ。よっしゃ、ぶっぱんだ。どうだ。切りがいがありそうだ。いけるか。
程度だ。俺が。よし、交代だ。これで元気になるぞ。おう、助か。おう。お前を倒す三段はつけてきた。くらえ、ウソップパン。どうだ、医者、医者を呼んでくれ。どけ。うわ、死ぬのは嫌だな。くそ、鬼切れ。もうダメだ。くらえ。うわ。まだ戦えるぞ。こんなところで。やるぞ。あ、目指すわ。おい、サンジ。おう。お、腕が鳴るな。さあ食え。よし、宴だ。
これが俺の作った料理。おお、興味深い。この澄んだ味わいはサンディシェルから。それにこの肉肉しい味わいはサソリの足肉を使っているのか。いやー、お見それした。こんなにうまいスープは初めて飲んだぜ。やった、大好評じゃない。ということは8人分の水と食料は。うまそうな匂いに釣られてきたら、ルフィ、お前がいるとはな。エース。ん、どうしたルフィ。エース。また会えるなんて思わなかった。おいおい、この間会ったばかりじゃねえか。だってよ。まあ話は飯を食いながらにしよう。腹ペコなんだ。そうか、じゃあサンジ、先の頼む。ああ、任せとけ。メラメラの実の能力者、危険のエースはルフィの兄である。世界最強の海賊、白ひげ海賊団の2番隊隊長を務める彼は、仲間殺しの海賊を追っていた。いやー、うまかった。いい腕だ。当たり前だ、サンジは俺の船のコックだぞ。いい仲間を持ったな、ルフィ。おう、よし、うまい飯で腹も膨れたことだし。またそんなすぐに行っちまうのか。ああ、積み忘れたものがあって戻ってきただけだからな。じゃあな、ルフィ、待ってるぜ、高みで。エース、見ててくれよ、俺は必ず海賊王になる。ルフィ、よかったな、エースに会えて。ええ、さて、それはいいけど、8人分の水と食…約束通りタダでやるから心配す…ほら、持ってきな。これでようやく…よし、みんな、砂漠に行くぞ。記憶のパーツで作られた世界ってのは、こんなこともあるんだな。そうね、危険な冒険かと思ったけど、こんな出会いがあるなら悪くはないわね。気は抜けねえけどな。やることは変わらねえ。ビビを見つけてワニ。ねえ、ところでこれから行くレインベースってどういう町なの。確か夢の町だったか。ええ、人々がギャンブルで一攫千金を夢見て集まることからそう呼ばれているわ。そしてクロコダイルが経営するその町最大のカジノこそ私たちの目的地、レインディナーズ。カジノ、あれ、ちょっと待って、
ここって私たちがレインディナーズにいた頃の世界よね。じゃあひょっとしてビビって今。ええ、レインディナーズの近くにいるかもしれないわね。ビビ、そう、あなたたち、俺がぶっ飛ばしてやる。トナカイだからってなめる。怖くねえぞ。よし、任せろ。ゴムゴムのガトリング。ムートンシャット。その程度だよ。そっちけ、鬼切り。これどうだ。サンジ、気を、安心しな。いちちち、おら、聞かねえよ。コックに逆らうとどうなるか教え。ムートンシャット。お前たちの相手は俺だ。ムートンシャット。効かねえな。必殺火炎星。力が入ん。次はどいつだ。ゴムゴムのガトリング。トラッキー。てめえらかく、なめんじゃねえ。さ、ディナーの準備にと。クソジジ、俺の形式。ビビ、そう、あなたたちの知り合いがそこにいるかもしれないのね。かかってきやがる。みんな、こいつを先に狙ってくれ。ゴムゴムのガトリング。ぶった切る。どうしたクソコック。待て、マリモのやつには負けぬ。力が戻って、目指すわ。俺がキャプ。やった。必要な。おれおれ、こっちには何があるの。この程度なら俺に任せろ。ゴムゴムのガトリング。おいお前、おら、刃こぼれすらを。行くぞ。邪魔だ。狙いは外さねえ。おら、やるな。今どいつだ。邪魔だ。もらったぜ。見たか、これがみんなのや。よし、行くか。よし、かかってこい。ゴムゴムのガトリング。
俺が舐めんじゃねえ。聞かねえな。悪いが加減するつもりはねえ。行くぞ、刀の旅にしてやる。どこにいる。ゴムゴムのガソリンだ。くそ、違う。ボーショット。効かねえな。必殺火炎星。何が起きてどうだ。やったなルフィ。ああ、できそうだぞ。この暑さだ。砂漠を越えるな。そうだ、みんなこれを使ってみてくれ。この服装でさ。何その怪しい。まあ日焼け止めみたいなもんだ。これで砂漠の日。お前そんな。いつどんな島に着くか分かんねえからな。前もって作って。賢明な判断だと思う。よし宴だ。サンジ飯作ってくれ。待ってろ、手持ちを確認したらすぐに作ってやる。ビビってどんな。ビビは俺たちの仲間だ。仲間。海賊の一、島に流れ着いた海賊は何人かいたけど、みんなら。ビビは仲間だけど海賊ではないわよ。むしろ正反対の存在。王国を乗っ取ろうと企む謎の組織に潜入した王女ビビ。彼女は民衆に英雄と称えられる海賊クロコダイルこそが組織のボスだという情報を手に入れた。麦わらの一味と出会った彼女は共に航海を続け、ついにアラバスタ王国に帰還したのだった。確かに海賊とは違うみたいだけど、なく。よし宴だ。宴だ。さてと行くか。そこの人たち、このきょ、それならこの鳥が必要。鳥？このピンクの鳥はナビバードって言ってな、この先の迷いの峡谷では谷を抜ける正しい道順を示してくれる便利なやつなんだ。へえ、それは便利ね。あり。なんでだよ、もらっていくなよ。
おいおい、ずずしい嬢ちゃんだな。こいつはやれねえよ。だが菜の花の町なら同じ鳥が見つけ。この先ないけど進んでいいの？あ、大丈夫じゃねえか。
おかしいだろ。なあなあ、待て待て。本当か。うん、わかった。なんだ。よし。え、そうなのか。ルフィ。怪しい通りだな。お前ら気をつけろよ。
本当か？おい、なあ。あ、ルーフィー、ちょっと量は少ないけど、なかなかうまいぞこれ。ほとんど食っちまったって。ほとんどってそんなに食ってねえよ。一つか二つは残ってたはず。それをほとんどって言うんだって。お前らがいるとデザートナッツを全部食われてしまう。案内するからここから出ていけ。デザ、ごめんね。いやー、意外とうまかったな、ナッツ。あなた、あなた、鳥の食べ物まで食べるのね。よし、迷いの峡谷に行くぞ。あの鳥がいてくれる保証はねえけどな。そうね。
ビバード、ちゃんと来てると思う？おう、大丈夫だぞ、多分。おい、どこだ鳥！やべえ、だんだん不安になってきた。もう少し先まで行きゃはっきりするだろう。ラビバードが道を示してくれてるぞ。助かるわ、ありがとう。そうだな、ありがとう鳥。これでこの峡谷を抜けられそうね。あ、石像の上、鳥がいるわ。なんでもない。よし、どんどん行くぞ。やっぱり綺麗。リムは鳥が好きなのね。あ、そんなことは。その割には鳥を見て嬉しそうだな。嬉しそうにしてない。それにしても分かりづれえ場所だな。これナビバードがいなけりゃ確実に迷ってたぜ。しししそうだな。でもナッツはた…お、そろそろ出口なんじゃねえか。無事に抜けられたみたいね。ああ、鳥のおかげだ。しても、でかいトカゲだな。サンドラオオトカゲだ。2年前にも砂漠の中で会っただろうが。あ、そうだったか。この野郎、取り返せ。
要ってことね。いくわよ、サイクロンテンポ。いけるか。ゴムゴムのブレッド。相手が強そうだからって逃げ出すわけにはいかねえ。必殺火炎星。そっち行け、一刀流シッソンソン。よし、邪魔だ。いってこの、トップグリーンの多彩性見せてやる。すぐ行くぞ。くらえ、ウソップパン。どうだ。なんで私なのよ。サンダーボルトゲット。行く。トレインタフルール、プリッ。ウソッペタイムだ。キュー、サンダーボルトゲット。ウソッペタイムだ。ね、こう見えて死にがいがありそうだ。竜巻。ウソッペタイム。ゴーカス。やる。まったく。刀の髪にしてやる。まずいわね、こいつ強いわ。トレインタフルール、フリップ。トップグリーンの多彩性見せてやる。ウソッペタイム。これは一筋縄ではいかなそうね。やっと俺の出番か。その程度だ。刀の髪にしてやる。お前を倒す算段はつけてきた。待ちなさい。なめないでね、こう見えてなかなかやるわよ。よし、交代だ。これで元気になるぞ。おう、助かる。よし、邪魔だ。グリーンの多彩性、みよっ、ウソッペタイム。くたばりやがれ。怖くなんてねえぞ。これで元気になるぞ。おお、ありがてえ。お、くそ、なんじゃねえ。その程度だ。一刀流
シッソンソン。俺から行く。俺だって強くなったんだ。クソ、違う。ボーショット。効かねえな。やばいかもな。よし、行くか。三刀流王三千世界。めまいか。バーストート。ちょっと休憩だ。三刀流王三千世界。ピヨピヨピヨ。トップグリーンの多彩性見せ。うっさっぺたんだ。私の番のようね。トレインタフルール、フリップ。クラクラするぞ。切り替えがありそうだ。竜巻。トップグリーンのど真ん中だ。まだだ。手ごわいわね。聞いたぞ。私の仲間があなたに負けるはず。バードのやつが先に飛んでなければ、食われてたのは俺たちだったかもな。ありがとうナビバード、お前の犠牲は忘れねえ。いや、さっき元気に飛んでいったろ。なあなあ、この世界で死んだら俺たちどうなるんだ。死ぬわ。正しく言うなら、意識が死んで不思議空間で眠っているあなたたちの体が目覚めなくなるってこと。ヒヒヒ。でも腹減ったら起きんだろ。無理よ。心が死んだら体は動かなくなるわ。そのまま不思議空間で白骨化していくのね。この先の大岩を抜ければサンディ大砂漠に出られそうね。よし、行こう。
それでこの先は2年前の記憶はほとんど役に立たないし、この辺りの人に一度確認して、あんたたちどうかしたのか。俺本当にちょうどよかったわ。私たちレインベースを目指してるんだけど、どっちに進めばいいか教えてもらえないかしら。へえ。ということはあんたたちこの辺は初めてみたいだな。そうかそうかな。いやあんたたち最初に会ったのが俺でよかったな。どういうことだ。この辺りは悪い砂族の縄張りでな、砂漠に慣れてない奴はあっという間に奴俺たちのこと呼んだかい。出た砂族だ。早速かよ。あんたは後ろに下がって。どこにいようが宇宙空。やるか。ゴムゴムのガソリンだ。抵抗すると痛い目見るわよ。やっと俺の出番か。ここがしょ、そこどけ。まだだ。俺たちの邪魔すんじゃ。俺が邪魔だ。まだだ。行くぞ。待ってろ。引かねえなら切るも。まだだ。これだ。よし。今行く。なめんじゃねえ。さ、ディナーの準備。こんなところで満足はしねえ。ま、こんなもん。シシシ、かく。おい、さっきの男の姿がねえぞ。あら、私たちの水と食。ちょっとどういうことよ。ひょっとして砂族の仲間がどっかに隠れてて。みんな食料の匂い。よし、取り返しに行くぞ。あ、ブー、そこはみんなの。渡す限りの砂浜ね。砂浜？お前砂漠を知らねえのか。こんなに大きな砂浜は見たことがないわ。レリーには指一本触れさせぬ。この足でてめえも仕留める。
ポイント。俺は巻きくぞ。そこをどけ。マナーの、はあ、よし。このおい、腹減ったぞ、サンジ。ああ、ちょっと待ってろ。もっと強っ。俺がぶっ飛ばしてやる。俺がいる限り誰も死なせぬ。アームポイント。お前たちの相手は俺だ。今行く。バーストアウト。竜巻。行くぞ行くぞ行け。うわあ、力が戻ってくるのが分かる。私の成長はこのキャプテン。この砂浜どこまで続いてるの。いやだから砂浜じゃねえって。石やねえかな。こんな砂漠に店なんてないわよ。またそれ、食いしん坊ね。ん？あそこにいんの？げっ、お前らここま…いや、普通来る。こいつ何をぶつ…私たちの顔を知ってるってことは間違いなく違う違う。俺あいつ、いや言ってもなんか妙に物分かりがいいわね、こいつ。よし、じゃあお前らとりあえず戦うか。結局戦うのかよ。俺がゴムゴムのガトリンだ。ありそうだ。行くぞ。竜巻。よし、俺様に任せる。バーストアウト。その強さだ。ゴムゴムのガトリンだ。まだだ。どれ。きっちり肩をつけるとする。竜巻。狙いは外さねえ。うそっぺたいんだ。気持ち悪い。私が必要ってことね。
ザンダーボルテンポ。そっちか、そこをどけ。切り合いのあり、俺の方が強い。クソジジイの蹴りに近づいたか。勝つには勝ったけど、結局。おいお前、飯どこだ。俺がお前らに。いや、話した方が身のためだよな。あ、これ以上痛めつけられたら。たこいつ意外と余裕あるな。お前らの水と食料ならボスが西のアジトに運んだぜ。西？どういうことよ。私たちが追いかけてきた方向と真逆。ボスは途中で進路を変えたのさ。たまにお前らみたいに追っかけてくるやつがいるからな。うん、俺たちがここら辺にいた。やられた。完全にはめられたわ。ルフィ、みんな急いで西に行くわ。おう。行くぞ。間違いない。お前ら遅れるんじゃねえぞ。貴様火薬星。相手にとって不足なし。そっちか。勝ち負け任せて。おい、この野郎。ナミさん、これが終わったらしい。マナーがなってねえの。近づかないでよ。聞かねえな。竜巻！イソップさん、ど真ん中だ！よし、マナー違反は見逃せぬ！効かねえな。俺様に食らえ！砂漠での戦闘が長引くと、こう…なん。
程度なら俺に任せろ。レディの前で情けない姿は見せられないな。ボーショット。ちょっと救急だ。必殺カエルボシ。肩慣らしていくか。これで終わりだ。任せて。俺の出番。そこどけ。全て計算通りだ。おい、ま、あたしにかかればこんなもんよ。なんかヤバそうな場所だな。はっ、この奥から俺たちの食料の匂いがするぞ。ボス、うまくいきましたね。スナッハッハッハ。お前はさっきの。忘れてたが、そういやいたな。どうやら砂族にさらわれたんじゃなかったみてえだな。砂？てめえら、なんで。そう、一般人のふりをして私たちを油断させて。スナッハッハッハ。だったらなんだ。言っておくが、水も食料ももう砂漠だよな。騙される方が悪い。そんなの知るか。ねっボス、こいつらの砂。わかってる。というわけでお願いします、先生。おい見ろ、あそこ。
あら、ずいぶん変わった先生ね。油断すんな、来るぞ。見ろあれ、バナナからワニ。本当だ、変なバナ。バカだな、よく見ろ、あれワニからバナナが生えてんだろ。ん、こんなやりとり前にもしたような。あんたたち真面目にやんなさいよ。ルフィ、食料を取り返すんじゃなかったの。うおー、俺の飯。立ち抜き。やっと俺の出番か。ゴムゴムのガトリング。トップグリーンの多彩性見せてやる。私の番のように。ドスフルール。グラップ。どうした、来い。そうだ、竜巻。くそ。これは一筋縄ではいかなそうね。ちょっと痛いわね。ビビってるね。なんで私なのよ。どれ。ゴムゴムのバズーカ。竜巻。これは気を抜けなそうな相手のトレインタフルール。フリップ。いくぞ。サンダーボルテンポ。やっと俺の出番か。ボーショット。
ビビってるね。行こう。ルビン、ありがとう。まだまだ。行くぞ。まずいわね。こいつ強いわ。一刀流シッソンソン。こんなところで立ち止まっていられない。トレインタフルール、ブリック。ムートンショット。一刀流シッソンソン。私がやられるわけには。行くわよ。まずいわね。こいつザンダーボルテンポー。一刀流シッソンソン。行くわよ、サイクロンテンポ。これでどう。ムートンショット。まだまだ。一刀流シッソンソン。やられちまうなんて。なんだ、てめえは戦わねえのか。勘弁してくれ。俺が砂族のボスをやってられたのは先生のおかげなんだ。それだってたまたま先生との交渉がうまくいった。いいからお前、俺の水と飯返せ。みんなの飯な。スタッフ、
今すぐに。よくないわ。あ、そうでしたら、ここから砂漠の方へ戻っていただきますと、ボンレインベースに行くにはまずそこを通って、祝い、そう、わかったわ。はい、さようでございますです。それでは皆様。ちょっと待って、ちょ、まだ何かご…私たち、あんたたちに散々迷惑をかけられたのに、このままお別れってのもなと。と言います、あんたたちが悪どいことをやって溜め込んだお宝を。スナフー、そんな、どうかそれだけは。あら、彼ショックのあまり気絶したわね。まったく。でもいいわ、ここは砂族の、早速探すわよ。いいから、ボーンブリッ。